病気症状が悪いって言えないんですよ。病気症状があることで人に対して同じように苦しんでいる人に協力したいという気持ちになったわけでしょ、はい、だからそれは自分がそうだったからそういう気持ちになったんであって、医療者の多くも自分がそうだったからそういう方向に進んだという人が結構多いんですよ、はい、というふうに考えれば病気症状は決して悪いものと言い切れないんですよ。人間生きている限りは病気症状がないということはないんで、必ずありますから、生きている限り病気症状ありますよ。それが自分の将来人生を決める上に必要なものとしてあるか、それが必要ないものとしてあるかのどっちかですよ。そうというのは生きている限り必ず自分のことでもそうだし、家族のことでもそうだけども、病気症状に出会いますよ。それをきっかけに、それを人生の中で生かせるか、人生の中で全く関係ないものとしてあるかということですよ。そういう意味に考えれば、病気症状はいい、単純に病気症状はいい悪いって言い方ができないんですよ。それをどうその人が扱ったかですよ。どう思います？そうでしょ。じゃあ吉田さんにとって病気症状は今の時点でどうだったわけ？困ったなと思ってる。だそうなんですよ。ずっとじゃあその症状がある限りは、ずっと困ったなで行かせるチャンスもなく終わってしまう可能性だってあるわけですよ。はあるでしょ。でも生かしたいと思ってる、それとも困ったなというのを完全になくしたいと思ってる、どっちが重要？ああ困った方をなくしたいです、まず。そう考えると難しいですよね。それは難しいですよ。伊藤が 何ができる人なのかを知ってるんですか？いろいろな難病の方が治ってらっしゃるので、なんか難病の方を治せるのか知ってる。それは吉田さんが、伊藤が吉田さんに対して自分に対して何ができる人なのかということを吉田さんが知らない。病気症状は悪いと思ってないですから、その状態を取るということの意味付けですよ。それを良くするという意味付けが、だからできないと、だからできないですよ。毒のっていうのは、その人の情報を読んで、その人が一番今してほしいと、脳がですよ。脳が思っていることに対してするんですよ。その人の希望っていうのは、自分の社会的な立場とか状況とか、そんなことの中で言うんですよ。でもそれが本当のその人の脳の情報じゃないから、だから脳の情報でないその人の今の状況に対してそれをやると後で問題が起こるんですよっていうのを知ってますから、だから私がやる場合にはその人の脳の情報に従ってやるっていうことなんですよ。それが毒脳療法なんですよ。多くの人は医者も歯科医師も結局その人に関係ないところで習ったもの、これ一生懸命教育すればいいんだから、習ったもので治療するわけですよ。だからその結果効果が上がらないのはしょうがないですよ。その人のことを習ってないから。私の場合にはそんなもの一切ない、全てその人、だ全てその人に対して向かった時に大事なのは、今の訴えているその病気症状というものをどう捉えているのかと、ということが一番重要なんですよ。病院では薬飲みますかって言われたんですけど、パーキンソンの副作用があるので断ります。今度は鍼灸をやってみたら効果なかった、はい、で次はじゃあ伊藤のやつ、たまたまお友達にはこういう先生いらっしゃるから、でそれをずっと繰り返していくわけですね。じゃあ私は吉田さんに対して他の人と違って何ができるわけ？難病をよく治されてるので、治る。それはどうして治せるわけ？でその中身はどんなことをやってるからよくなるんだというふうに解釈してるわけ。だそこですよ。そこが吉田さんないんですよ。病院に行ってダメだったから、じゃあ次はと言った時にそこがなかった。で私のところを組みにしても、それがあるから来たんだという、それがないんですよ。やることやってないんですよ。
そんな自分の病気に対して自分はこれからも付き合っていかなきゃいけない。じゃあどんなふうに付き合っていくのかというのをそこでもう出さないと。それはそういう病気があるからこそそこを一番大事に考えているという人になれるチャンスです。チャンスがあったにもかかわらずそれをしてこなかった、もったいない。せっかくそういうチャンスを持ってたのに、もったいないですよ。で、脳の情報量っていうのはこの人がそういうことができるということにおいて、そしてなんでそういう考え方を持っているのか、なんでそういうことができるのかということを考えた上で、そして自分の中から本当に死んだ病気でも今の医学でも治せないと、そんなものでも脳の中、自分の脳の中にその答えがあって原因があって、そしてそれを探すことで良くなる可能性っていうのは医学にあるんじゃなくて、その人にあるんじゃなくて自分の中にある。自分の脳の中にその全部ある。それを呼び出して自分に出してやってくれる可能性があるんだと、いうそういうことができる人なんだと、ということで今日来たんであれば読めるんですよ。そういうふうに思って来てないでしょ来てないんですよ。だから脳にないんですよ、情報が。脳の情報に対してだから吉田さんは答えてないんですよ。自分に対しても脳の情報を聞こうとしなかった。今自分のことをやってほしいって言って私に言っても脳の情報は出てこないんですよ。自分の本当にやらなきゃいけない、本当に求めてること、それも何を求めてるか分からない、それをぶつける。自分の脳のことですよ。自分が自分の次第でもっても分からない、それをぶつける。だって脳の情報を読める人だから、それをする場ですよ。それが入門プラスベーシックですよ。そこでやってくる中で自分でそういうことを考えてくることで、で自分なりに出てきたけども、その上で自分に対して自分の脳情報を読んでもらって、これに効果上げられますかっていう質問があって、うん大丈夫、じゃあやってみましょうと言って今日この場であれば効果はある程度出せたか分かる。